どうもこんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょうぜ。はい、今日はこちらの一番くじを引いてきました。一番くじワンピースベストオブオムニバスよいしょはい、皆さんこちらの一番くじ引きましたでしょうか。いやもうこれもうさ、発売前からやばいやばいってね、もうずっとなってましたもんね。僕もですね、実は当日のね、夜ね、引けて、いやもうね、結構売り切れ出てそうですよね。なんか僕も1店舗見たらもう目の前で引かれてて、うわもうマジかってなって、ちょっと旅して別の店舗で引いたんだけど、もうギリギリだったね、それでも。なんとか今回引けました。というわけでね、今日の動画は、そのね、一番くじの僕の結果と、あと後半でね、フィギュアのね、開封もね、含めてね、フィギュア紹介って形でできればと思いますんで、ぜひ最後まで見てってください。よろしくお願いします。それで行きましょう。お願いします。はい、ぜひチャンネル登録まだの方よかったらチャンネル登録してってください。一緒にワンピースを楽しんでいきましょう。一番くじワンピースベストオブオムニバスで1回680円でセブンイレブンとかイトーヨーカドーさんとかアトムギャラストアとかね取り扱われてますと。でもフィギュアよ、もうマジで。今回まず A 賞カイドウ、 B 賞ビッグマム、 C 賞ルフィ、 D 賞ロー、 E 賞キッドと。いやもう激アツ。一番熱いなと思ったのがやっぱこの3船長がやっぱ97巻の表紙のポーズ取ってるところですよね。もうここよ、もうこのポーズなのよ。もうそんなん出されたらもう引くしかないでしょ。やっぱね、原作コマからこのね落とし込まれたフィギュアはもうねたまらんよね。なのでまあ今回僕としてはこの3センチョですね。やっぱ3センチョ揃うまで引いてきました。でそれプラスでね、もちろんビッグマムカイド出たらめちゃめちゃ嬉しいし、あとビッグマムは今回ねその一番くじ初だし、こういう感じの大きいフィギュアは初ですよね。なんでやっぱビッグマム欲しいなと。なのでまあ3センチョ狙いでビッグマムも出たらめちゃめちゃ嬉しい。もちろんカイドも出たら嬉しいっていう感じで、もう全部やんけって感じですけど。はい、そしたらまずは僕の結果です。果たしてたかしは何回で3センチョが揃ったのかご覧ください。どうぞ。よし、お願いします。はい、 H、 お、やった、 E、 G、 H、 F、 H、 F、 H、 H、 F、 H、 G、 H、 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 F、 F、あ、 G、 いやマジか、 G、 F、 あーもう10回いいっす。 F、 F は H、 G、 G、 A、 やったー、 F、 C、 やった、 F、 H、 あー7、8、9、10、はい、いやー頼む、 H、 F、 G、 H、F、 G、 H、 G、 C、 あー C か、 H、 90、はい、すいません頼む、 G、 E、 あれ、 E、 あ、 E 出たやつか、F、 H、 F、 G、 H、 H、 F、 G、 はい、 G、バレた、ありがとうございます。 H、 G、 あ、 B、 やった、 H、 G、 H、 G、 H、 ありがとうございます。これで大丈夫です。はい、というわけで今回の結果こちら。いやもうちょっとさ、もうない、もうないというわけで結果が60連ですかね。まあ、そのうちの50何枚目で出た感じですけど。はい、フィギュアで。こんな感じでちょっと、たかしが映ってなくない？いや、めちゃめちゃかかったわ、マジで。いや、もうちょっとね、せめて40、50ぐらいでね、出るかなと思ったんだけど、結果的にもうほぼ引いちゃったっていうね。まあね、でも60連でね、全部でね、80枚ぐらいね、あるうちの、まあ60回で、まあ一応全部ね、フィギュア出たんで、まあそう考えるとね、まあ全然良かったかなと思う。全然良くないわ！よくないよくない。もうちょっと早く出るかと思った。ローが全然出ない。しかもね、ロー2個あったはずなのに、ローよりもビッグモードカイドウ先に出るってどういうことなんていう。まあでもとりあえず、一番欲しかったこの3センチを揃ったのと、まあルフィ2つとね、キッドも2つなんで、まあ被ったフィギュアに関してはね、うん、皆さんお待ちかねだと思うんですけど、またそれは動画の後半でお話しますね。最後まで見てください。はい、そんでね、フィギュア以外の賞もね、こんなにたくさんエグいことになってるんで、フィギュア以外の賞のね、開封はね、ぜひ個人チャンネルこの後見てください。じゃあ開けていきますか。ちょっと待って、どっから開けようかな。いや、やっぱね、ちょっとね、俺ルフィから開けていいっすか。さあ、じゃあ開封していきましょうか。開封、は
い、そしたら開封していきたいと思います。はい、師匠モンキー D ルフィザワーストジェネレーションフィギュア。もう最悪の世代ってことでしょこれ。もうめちゃめちゃかっこいい。あ、ごめん。はい、横、もう横がやばい。もう97か。はい、後ろは注意書き。はい、こちらも全体マスターライズシリーズですね。直近の一番くじでね、結構多いシリーズですね。さあ行きましょう。いや本当にこれ楽しみしてたからな。はい、もうよ、やばい、本当にもう最高だわ。めちゃめちゃ良かった。はい、前、横、後ろ、横。いや待って待って待って、マジでちょっと待って、やばい。うわ、もう待って、顔めっちゃ似てんだけど。いや嬉しいな。なんかね、ものによってはね、このね、目とかがさ、微妙に似てなかったりもするじゃないですか。これめちゃめちゃ似てる、もう完璧じゃん。で、思ったよりにちょっとね、あの彩色がね、ちゃんと、ね、分かられてて、もうちょっと待って、興奮して、やっぱ覇気の右手のこの子、ちょっと待って、やばいやばいやばい、ちょっとごめん、何言ってるか全然分かってない、分かんないかもしれない。やば、ちょっとめちゃめちゃクオリティ高かった。よかった。いや、なんか本当カイドウとビッグマムが多分大きいから、そっちがねめちゃめちゃクオリティ高くて、このルフィとかどうなんだろうってね、ちょっとね、若干ね、ちょっとね、どうかなって思ってたんだけど、もうめちゃめちゃ良かった。いや、マジ嬉しい。超いいっすね。髪のなびき方とかもめちゃめちゃいいし、麦わら帽子もこれ質感めちゃめちゃいいっすね。うわ、この手の感じもいいっすね。もう本当にこのね、特徴的なポーズですもんね。やっぱね、ルフィがこの97巻で撮ったポーズですよね。いや、この武装のこの彩色めちゃめちゃいいっすね。やっぱこのね、特徴的なテカリというか、やっぱ小田先生がこの書かれるさ、このさ、武装色の覇気のとこってさ、ただ真っ黒ではなくてね、もうこのしっかりちょっとテカる感じもあるじゃないですか。なんかそこもね、こう表現されてて、この右手だけしっかりこうテカってんの、もう見えます？いや、めちゃくちゃいいな。マントすごで、台座がね、ちょっと面白いなと思ったね。前回のあの、ロジャーとあの、白毛の時もこういった形で、三角のね、台座だったと思うんですけど、なんか今回向きが面白くない？こっちが前なんだっていう。安定の草履。草履の紐もわかります？この細かさ。足の指の細かさ。いやー、ちょっともう文句なしですね。いやー、よかった。めちゃめちゃかっこいいわ。本当に期待値以上でしたね。やっぱこのルフィ好きとして、このルフィがもうしっかりと表現されてると、もうこんなに嬉しいことないですね、マジでね。いや、この背中やば。こっちから見れることないですからね、表紙だからね、これはね。いや、横からもちゃんとルフィだわ。いや、嬉しい。この記念すべきこのルフィのフィギュアがこんなクオリティ高いとめっちゃ嬉しいですね。いや、最高のルフィでした。もう最初からすごいわ。ちょっと待って、他のも抹茶期待。というわけで、師匠ルフィフィギュアでした。最高。はい、次、ロードフィギュア行きたいと思います。D 賞、トラファルガーロー、ザ・ワースト・ジェネレーション・フィギュア。いや、もう、これも楽しみ、マジで。箱前。はい、箱横。箱後ろ。はい、箱横。で、箱上、こんな感じですね。で、下は、なんもなし、行きましょう。イーローフィギュアです。ちょっともう、こっちの向きが前かわかんないけど、もう97巻の表紙的に前なんで、前。はい、横。後ろ。横だけど、後ろ。はい、横。いや、めちゃめちゃいい。ちょっと待って、顔見よう、顔、顔。あ、似てるんじゃない？ああ、よかった。いや、似てるね、顔似てるわ。うわ、ローだ、しっかり。鋭い眼光の感じね、このローの感じ。あと、ヒゲもあって。いや、めっちゃいいっすわ。よかった。この深々と帽子かぶってる感じもなんかローっぽいっすね。いや、この97巻の表紙のね、この横からの感じね、こう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 。うわ、ちょっと早くルフィと並べたい。で、帰国持ってますね。もう帰国めっちゃ長い。やっぱ長いのがね、帰国のイメージですもんね。いや、この長さもちょうどいいっすね。めっちゃ帰国らしい。うわ、マントの色めっちゃいいじゃないですか。まあ、ローはね、今回このね、まあ、ネイビーというか、紺っぽい色ですよね。いやこの光沢の感じもめちゃめちゃちょうどいいですね。まあ、ルフィのほんと黒を、まあ、そのまま紺にしたっていう感じですね。で、なんかこのコートのなびき方、おしゃれすぎません？めちゃめちゃおしゃれじゃない？こっちだけこうなびいてんの。なんかもうバッサーってなったら確かにローっぽくないじゃないですか。なんだけどこのローっぽいこの落ち着きもありつつの、このしっかりとなびくとか、こうめっちゃなびいて、こっちだけめっちゃなびいてる。おしゃれ。なびき方、おしゃれ。そのあたりもしっかりとね、この97巻のこの感じめっちゃ再現されてますよね。もうこの、絶対こうでしょうっていう。めちゃめちゃ再現度高いんですけど、マジで。見えてない部分までこうね、フィギュアでね、この保管してもらうっていうのがもうマジでありがたい。まあ、厳密にめちゃめちゃ厳密に言うと、指のタトゥーがですね、シャンブルズされてますね。ここが。多分ね、右手と左逆じゃないかな。まあ、これに関してはね、SBS にもなってますからね。ローの指はシャンブルズされてるんですよねって。なんで指に関してはね、シャンブルズされてる感じしますけど。まあ、ただでもね、このね、タトゥーとかの、おそらくこのシールで貼られてるとは思うんですけど、いや、めちゃめちゃクオリティ高いっすね。この胸のタトゥーとかもすんげえ細かい。ちゃんとね、ローのね、このタトゥーっていっぱいあるけど、それね、一つ一つこうしっかりね、表現されてますよ。あと、ローのこのズボンめっちゃいい。超デニム感。こことか細かいの分かりますかね？細かくね、ちょっと使用感が出るように、この造形で細かくね、実はね、これ入ってるんですよね。見えてるかな？で、マジで足長い。ルフィが174でね、ローはね、191ですから、なんかやっぱこの足の長さがそこ来てんのかなっていう。だからね、ちょっと並べんのめっちゃ楽しみなんですよね、このフィギュア。いやー、めちゃめちゃ楽しみにしてた分、ちょっとロー似てて嬉しいっすわ。いやー、よかった。うわー、めっちゃいい、めっちゃいい、もう本当に。超かっこいいっすね。いや、おしゃれだな。もう第一印象超おしゃれですね。やっぱなんかローらしい感じすげー出てるもん。
もん。たたずまいね、この刀をこうね振り下ろそうとしてるからめちゃめちゃ荒々しいはずなのに、なんかおしゃれというか品があるよね。ただその中でもね、なんかやっぱこの最悪の世代としてのやっぱこの野心みたいのなんか感じられるじゃないですか、このポージングとかも含めて。やっぱそう思うとね、このポーズもう完璧、もう小田さんすげえと思うのと同時に、このもう造形師さんすげえ、もう全員すげえ、全員すごい、すごい人しかいない。はい、というわけでローフィギュアでした。いやもうあっぱれですわ、最高。はい、続いて、いい賞、ユースタスキット、ザ・ワースト・ジェネレーション・フィギュア。行きましょう。いや、キットも楽しみ。箱前。はい、箱横。早く並べたい。はい、後ろ注意書き。はい、横キット。はい、箱上。はい、はい、下のもなし。開けましょう。キットです。ちょっと待って、やばい、ちょっとね、やばいかも。今までのルフィとロムめちゃめちゃ良かったんだけど、この3戦中だと俺ちょっとキット優勝かもしれん。めちゃめちゃすごいわ、クオリティが。はい、前、もう横、もう横って何、もう横が分からない、後ろ、もうやばい。はい、横、顔めちゃめちゃ似てる。いやー、このキットの荒々しさめちゃめちゃ出てますね。この口角の上がり方とかもえぐい似てますね。鼻の高さとか僕ちょもうやばくね。髪のね、この感じね、菊の感じね。いや、めちゃめちゃクオリティ高いのと、あともう手、左手のこの手、いやこれ半端ないでしょマジで。もうちょっとね、あのデフォルメされてね、なんかあの簡略化されてるのかなと思ったけど、もう一切そんなことない。いやマジでね、この小田先生が描かれたこのキットのここもう超再現されてんの。いやここビビったな。であとこれね、ここ、この印象的な、これね、やっぱ97巻のね、この表紙といえばさ、もうこのね印象的なね、このキットのこのフーズフを加工家のやつじゃないですか、この部品。いやもうそれ再現度高すぎ。このね、俺腕個人的にめちゃめちゃすごいと思うな。やっぱこのキットならではですもんね。やっぱこのジキジキでこんなね、もうメカニックなこの腕になるさ、この感じ。で、もちろんね、今のね、腕のとこもめっちゃいいんだけど、この腹筋のとこのこの、ここ色ね、彩色ね、濃くなってたりするのと、あとこの血管の造形とか。はい、マントもう。いや、さっきまでの二人ももちろん良かったんだけど、なんか、また一個ちょっと違うよね、さっきの二人とはね。まあ、そもそもね、このね、あの、毛がこうね、なってるのはね、やっぱキットのこのマントの特徴ではあると思うんですけど、いや、それも忠実に再現されてて、で、ここ色濃いでしょ。で、ここ薄いでしょ。この彩色も分けられてる感じ。この一個一個が造形やっぱね、作られてることによって、この立体感がすごいですよね。このコートの。めちゃめちゃどっしりしてるんですよね。まあ、そもそも重いんですよ。やっぱりあのさっきの蓋に比べて。いや、ちょっとギットはもう何にも言うことないな、俺。どうしたらいいのこれ。え？どうしたらいいのっていうレベルでめちゃめちゃかっこいい。やっぱこのじきじきのこの腕、そことあと顔の似すぎ具合がもうね、たまらなかったっすね。もう完璧と言ってもいいぐらい。まあ、ちょっとね、コートの色はね、小田先生が描いた絵はね、もうちょっと赤いんですけど、まあ、それとはまたちょっと違った感じですけどね。ただもうそれでも十分すぎるぐらいのクオリティですね、これは。めちゃめちゃすごい。はい、というわけで、いい賞、キットフィギュアでした。もう最高。はい、次、A 賞、カイドウ、ザ・フォー・エンペラーズ・フィギュア、いきたいと思います。もう、フォー・エンペラーともう、4校やん。もう、箱がでかい。でかすぎて、もう、映れないのよ。取り切れないんで、本当にカイドウさん。はい、箱前。はい、箱横。いや、もうビッグモードぶつかってるやん。はい、箱後ろ注意書き。はい、箱横。はい、で、箱上なんですけど、僕持って帰る途中で、もう荷物多すぎちゃって、あとカイドウの重さでこれもうちぎれるっていうね。でもそのくらいのね、この迫力がもう箱からすでにありますね。はい、後ろなんもなしです。開けていきましょう。大きい。いいカイドウフィギュア。でかい。もうちょっともう圧倒されてますね、この4校に。はい、前。はい、後ろ。はい、後ろ。いや、待って、もう興奮してて、さっき後ろとか言ってた。はい、横。いや、ちょっともう、後ろと、ま、横が分かんなくなるレベルで今やばいんですけど。で、衣装自体はあれですね、94巻のランページのとこかな。うん、ここっすよね。ここのね、ビッグモムとカイドウがぶつかった時の衣装かな、二人とも。もう、造形の作り込みがエグすぎる。カイドウのまず顔がすごいっすね。めちゃめちゃ似てる。で、これもう、角の造形なんすか、これ。やば。怖。髪も細か。やば。もう言葉失うレベルで。これはすごいな。そんで、この拳見て。もう、こんなんでもう殴られたら終わりよ。シャツまくってるだけでもうすごい。そんで金棒です。いやもう終わりだから。こんなんで雷鳴発揮されたらもう終わり。うわ、でこの傷や、もうここね、カイドウといえばここにね、おでんに桃源トスカで食らった傷がありますけど、そこがここ一個見えてますね、この十字の感じのやつが。でここにね、入れ墨もちょっと見えてっていうね。であとこの縄からのこの下もすごいな。一個一個ですからね、これ。この紐のこう束があるかのような造形。うわ、鎖もえぐ。マントの厚みよ。立体
体感すごいね、これどうなってんの。いやちょっとねえげつないっすわ。やっぱね一番箱がでかいだけあるというか、もうとんでもないっすね。クオリティはもう何にも言うことないし、もう迫力えげつないし、もう完璧すぎて、いやすげえなこの細かい造形も含めて、もうすごっ。ちょっとマジで語彙力失ってるわ。いやそのレベルでね、この圧倒されますね。やっぱこの百獣の街道にねふさわしい、この四皇にふさわしいこの迫力がねめちゃめちゃ再現されてて相当すごいですよこれ。はい、という形で街道フィギュアでした。いやもうすごすぎる、重すぎる、でかすぎる、迫力すごすぎる。待って、今撮り終えて見てたんだけど、撮り終えてからまじまじ見てたんだけど、喉チンコある。いや待って、もう喉チンコまで造形されてるフィギュアってもう何。いやーすげえな、作り込みえぐいっすね。なんかもう魂こもってますねこれ、本当にすごいわ。はい、というわけで B 賞ビッグマムザ・フォー・エンペラーズフィギュア開けていきましょう。もうカイドウに引き続き迫力がすごいのよ。箱前、箱後ろ、もうちょっとまた後ろっつってね。これが後ろです。はい、箱横、はい、箱上はこんな感じで、下を生出しですね、開けていきましょう。ビッグマム、いやー迫力がえぐい。はい、前、あ、横、後ろ、横、いやえぐいっつわ本当に。ワンピースの公式の仲間がいるよ YouTube、 皆さんご覧いただけたでしょうか。そちらの方でね、実は僕ねこれ発売前にね見させていただいたわけですよ、公式の番組の企画でね。いやもうその時からマジでちょっとビッグマンマジで欲しいなって思ったんで、本当に良かった今回出て。いやもう怖い顔もめちゃめちゃ似てる、すごいっすね。このわし鼻というかね、この特徴的な鼻からねこのほっぺたに入って、この口角のこの上がり具合、いやこのビッグマムらしさ全開ですね。うん、その怖さの中このお花ねでからのねこのワヌ国の衣装らしい感じのこのかんざし、しっかり4本ねこう刺さってて、で髪もねゆってあってね、でうわ髪も細かいやで、あとなんといってもナポレオンっすね、めちゃめちゃクオリティ高い。造形がこの色ごとで違うんですよ。ここはね結構なんかザラザラしてる感じというか、この黒いところはねザラザラされてて、ここはまあチュン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 って入ってるのこの真ん中で、ここのね銀のところはもうサッ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 と一つ一つね、このもう色も造形も違うこのナポレオンの作り込み、そしてあとここねこの帽子の部分もねここのマークもしっかり、あとこの帽子の裏地ちょっと見えないかもしれないんですけど、裏地も違うんですよね。こうもう今にもねプロメテウスの炎をまとってね、こうもうコニャックハハバってやってきそうな感じ。この腕の丸みとかもこれめっちゃぽくないですか。このなんかさ、ビッグマムの結構特徴的なのって、ここがもうつるんとしてるというかね、カイドウみたいに筋肉ムキムキってわけじゃないんですよね。やっぱその鉄の風船っていうのはそのふさわしい感じというか、なんか小田先生の腕の描き方がすげえね表現されてるのって僕個人的に思うんですよ、すごい。であとやっぱこのマントなんだよな、ちょっとねやっぱ今までのカイドウもちょっと違うよね。カイドウの時はねすげえ荒々しく立体的なマントでしたけど、ビッグマムはねまあこの1枚の感じなんだけど、でもその中でもこのシワの感じで、ここがもうこのもうもうよもよもよもよってなってる。で、なびきすぎない感じね。いや、このどっしり感が俺めっちゃいいと思う。いや、マジでこのビッグママがね、初の一番口登場で、もうそもそもね、もうこの待ちに待ってね、このもう興奮してたわけですけど、いや、もうその興奮というか、その期待値めちゃめちゃもう大幅に振り切ってで、ね、来ましたね。めちゃめちゃ最高。いや、半端ねえな。いや、ほんと引けてよかったな、これ。めちゃめちゃ惜しかったから。結果的にね、もう回数めちゃめちゃ多くなっちゃったけど、もう全然満足。大満足ですね。最高。はい、以上ビッグマムフィギュアでした。じゃあそしたらちょっと並べていいですか。もう楽しみしてたら並べます。はい、参戦者を並べました。マジで最高だわ。いやーもうこれが欲しかったんよ、こうやって飾りたかった。もう本当に最高、よかったわ。めっちゃかっこいいっすね。やっぱこのサイズ感とかもねめっちゃちょうどいいと思う。やっぱルフィが174でローが191でキッドが205で、しかもこの97かのねこのもう表紙の感じ超再現されんの。いやめちゃめちゃかっこいい。いやこの参戦者揃って飾れるのめちゃめちゃ嬉しいわ。しかもこのコミックスの表紙で、いやたまらんね。ちょっと試しにキッド側からねすげえ、やっぱルフィがねこう腰落としてる分ねキッドが大きく感じるけど、でロー側からかっこいい。いやーすげえ、めちゃめちゃかっこいいわ。いやーもうたまらん、もうずっと見てたい、もうずっと見ていたいくなるこれ本当に。めちゃめちゃかっこいいね。いやいいっすね。いやいいよいいよ、もうさあもうたまらんよマジで本当に。いやー最高っすね、たまんないわ。はい、お次はこの二人ぶつかってる、ランページー、めちゃめちゃランページー。来たら殺すと言ったよな。殺されに来るバカがどこにいる。ガーンドーンバリバリバリドーンガガガガガ、鬼ヶ島から脱出しよう。もう迫力えぐい。いや怖いよ、もう巻き込まれたくない、もうできれば近寄りたくない、そう思わされるようなねこの圧倒感ありますねマジで。いやなんで冷静にこれルフィたちこれ挑んでいけんのここにっていうそのレベルで怖いもん。はい、最
最高。いやもう大満足。やば。この絵やばいっすね。マジでこの四皇 VS 新世代。もうここになんならもうゾロとキラーももう飾りたいレベル。マジそのレベルでね、クオリティ高いっすね。たまらんわ。いやこっちからの絵もやばいね。いやもうこれフィギュアでこれ再現できるのめちゃめちゃ興奮しますね、これ。いやたまらんな。買ってほしいな。本当にルフィ頑張ってほしいですね。キッドとローも頑張ってほしいし、もうめちゃめちゃ楽しみですね。もういろいろ今後の展開も含めて。なんかいろいろね、その原作への思いもなんかね、すごい膨らむね、このフィギュアだったなって思いますね。頑張れ、ルフィ。はい、というわけで、今回の一番くじフィギュア紹介でした。もう最高でした。はい、というわけで、今回の一番くじフィギュアでございました。もう結果的に全フィギュア揃えちゃいましたけど。はい、そしたら皆さんお待ちかね、こちらでございます。今回ね、ルフィとキッドのフィギュアがね、こちら被りましたので、なんとこちらをプレゼントしたいと思います。よいしょー。こちらの、ね、プレゼント企画は、ツイッターの方で行いますんで、ぜひね、この動画の概要欄からツイッターの方にね、飛んでください。そちらの方でね、応募になりますので、よろしくお願いします。あとは他にもね、会賞がね、ありますんで、プレゼントしますので、ぜひツイッターの方来てください。このチャンネルではですね、またね、プレゼント企画ね、こういった形でね、またやりますので、ぜひね、チャンネル登録しておいていただけると嬉しいです。また次の機会ね、お見逃しないように、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、というわけで今日も最後まで見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。プレゼント企画、どしどし応募ください。これからも一緒にワンピース楽しんでいきましょう。そしてね、個人チャンネルでね、会賞のね、開封もやりますので、この後ね、ぜひ、個人チャンネルも見てください。はい、そんな感じでした。明日も楽しもう。またね。今回も最高だった。だから、お願いします。